ノナヒドリドレニウム酸カリウムは化学式が K2 レイ Q と表される無機化合物である。この無色の塩はホモレプティックなヒドリド作体であるレイ2 9アニオンを持つ点が特徴的である。レニウム水素化物の研究は1950年代に遡る。この研究にはレニウム化物アニオンおそらくリの報告が含まれていた。この報告により AP ギンズバーグとその同僚によって、カレニウム3塩の還元性生物についての一連の調査が行われた。例29は旧肺作体の得意な例であり、この高い配因数は、日取りの配因子のサイズの小ささとり中心の高い静電化に起因する。この構造は四角面三間三、角中系分子構造と呼ばれる。ナトリウム塩は半磁性を示し、アナログである。 テクネチウム化合物と同様にカレニウム酸ナトリウムナレオ4のエタノール溶液を金属ナトリウムで処理することで得られる。これはカチオン交換によって対応するテトラエチルアンモニウム塩に09を与える。ありがとうございます。